どうも、こんばんは、NM です。今回は東京グールリインボーク最強降臨松前討伐クエストの S にこちらのパーティーで挑戦していきたいと思います。ハイルですね。原作再現ということでハイルとフルタを連れてきているんですが、本当はね、木島さんがいたら木島さんを連れてきたかったんですよ。まあでもいないんで、とりあえずこいつらの声のけてね、やっていこうかなと思います。まあこの金木と、このサポートかなり優秀なムツキを連れていくんですけど、まあこの2人がいなきゃね、多分このハイルとフルタだけではきついんじゃないかなと思って、極力、こいつらは公営のけてるんでシフトができないという状況で、常に前線に出てもらったまま金木とこのあれですね、オークションムツキでサポートしながら、できるだけ倒されないように戦っていくということです。では行きましょう。とりあえずね、金木くんにはもう覚醒してもらいましょう。まあ永久覚醒なんでね、で1ターン目に速攻相手にデバフを打ってもらわなきゃいけないと。てかブレイクできないからさ、闇属性がこの金木しかいないし、金木1回覚醒するともうあいつの武器耐久値を削れるのがさ いないからさ、金木はもう覚醒した後のスキルの武器耐久値削りの内容はないから、とりあえずここはね、金木に打ってもらいましょう、デバフを。で相手の攻撃力とりあえず下げる。武器耐久値なんて削らなくてもいけるというところを、ね、証明していきたい。でムツキですね、ムツキの防御バフと自動回復をハイルとフルタにつけていきたい。もしたまらなかったらシフトを使う。僕は負けない。とりあえずデバフかけて防御力上げておいたら1しか食らわないはずだけど、あいつのスキルがな、何してくるかなんだよな。そこは心配ではある。僕だ。まあこれだけでも結構食らってるね。4分の1ぐらいは減らしたかな。でムツキのバフをかけていきましょう。寂しいよね、一人ぼっちは。さて、フルタと入る、まあこのターン何もしてないですけど、何してくる？ガード率 20% アップ。おっと、これは長期戦になりそうだ。これ 1.25 倍、2倍のダメージ。まあまあ食らってないぞと、1しか食らわないぞと。 OKOKOK、 このターンは大丈夫だね。じゃあとりあえずこのターン、ハイルにスキル回すような立ち回りいきますか。本当に原作再現をするならハイルに倒れてもらった方が美味しいけど、展開的には。おっと、ハイルのスキルのたまらなさがここで垣間見えてしまう。全くたまらないぞこの女。何、もう見てなかったよ。しかもブレイクしたし、ムツキがやばい。ムツキ倒れるとこれまずいんだけど、正直危な。ムツキが倒れるとね、バフがかけられなくなるんで長期戦にはしたくないんだけど、ね、できるだけ。これ一応取っておこう。取っておいて、金木にチェンジ。あまりなめるな。おっと、フルタンスキル溜まったんで行こう。戦いますね。おら、かっけえ、チェーンソーブンブン。あー、これ見ると木島さんが欲しくなる。スペシャルガシャとかフェスゲンとかで来ないのかな。プレミアムで登場はやめてほしいな。あ、待って、なんか、攻撃の連撃下がった今。そんなスキルないようだっけ。僕だ。ほら、あ、そうか、金木には防御バフかかってないから、もしかしたらやばいかもしれないな。弱点属性だしな、松前。金木も倒されたくはないな。打って、僕だ。どっかでブレイクしてくんない？ OK。 あいつあれか、もしかして前のターン武器耐久値回復したか。何をしてくる。 1.25 倍の敵なんで、これ2倍のダメージ。だが防御デバフと防御力バフをかけてるから1しか食らわない。しかもムツキのスキルには武器耐久値回復のスキルがあるんで、もうガチガチですね。あ、ムツキ自分でスキル打ってりゃよかったかな。
打って、まあまあ結構ターン数はかかるけど勝てるね。いい感じだ。いや、やっぱマジでこの2周年カネキとオークションムツキのコンボが強すぎるガチ強すぎる。やば、打てるかな。打て、あああ、待て、2周年間に来て防御力上げるんだっけ。じゃあムツキ連れてこなくてもよかったん。いや、でも自動回復と武器耐久値、武器耐久値回復が必要だからな。まあ、自動回復も強いし武器耐久値回復もマジ強い、噛み合ってるんだが、ムツキの武器耐久値も回復したいからこのターン出そうか。ムツキを打って、さあまだ1回もあいつのことブレイクしてないよ。じゃあフルタも打って、立場上戦いますね。 OK、 まああとは金木に回していくか。スキル、僕だ。さあ相手が思いもよらぬ攻撃をしてこなければ勝てると思うが、打って、いや、このターンとどめさせるかな。一人ぼっちはこのターン金木でとどめさせない。これあまりなめるなよ。僕だ。さあいけるか。ラスト押し切れ、押し切ってくれ金木。僕だ。ザン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 。OK、 ジャストミーツ。いや、なんとか古田と入る倒れなくていけたっていうか、全く食らってないんだが、回復もしてるしな。食らったとしても回復するし、武器耐久値も回復するからブレイクもされないしということで、はい。まあ原作再現久しぶりにやったんですけど、まあなかなかこうやって縛り入れると楽しいですね。しかも S ランクだしね。まあ S ランク、そういやさ、前回の占領戦が終わった後のガシャ、いつも上げてるじゃないですか、チケットガシャ。あの時に俺がもうそろそろ変化必要だよねっつって、まあせっかくのタップコンボバトルなのに敵のターンが来ないと自分のターン、タップコンボターン制バトルなのに相手のターンが来ねえって言ったら S ランクは実装されたんだよね、うん。まあなかなかタイミングが良かったのか、それともまあ何か運営が僕の動画を見てるのか、まあそれは ないかな正直。というわけで、お疲れ様でした。 S ランク楽しいですね。あの本当に、あの難易度が追加されると縛りがいもあるし、 A だけだとねキャラのインフレもうそろそろ耐えきれなくなってたというか、あそんな感じがしたんで、まあこれからもどんどん S ランク他のねイベントとかにも追加していってほしいところであります。駆逐とかもさ、あのスタミナ3つ消費じゃなくて5つ消費でさ、ガチで難しいやつ来てもいいと思うんだけど、はい、どうなんでしょうか。まあ今後に期待ですね。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。